よいしょ。おはようございます。239日目。マルコおはようございますわ。マルコ、寝袋の一番奥の方に引きこもりました。おおおおおお、おはようございます。おはようございます。いい子いい子で、マルコがこうやって引きこもっている隙に、僕は、ここ、奄美ポートタワーホテルだったかな？にお風呂入りに行ってきました。今日は人とも会うし、ちょっとお風呂ぐらい入っておこうかなと。で、このホテル、この日帰りで利用するのに、お風呂いくらなんだろう、本当は。なんか、お風呂と朝ごはんのセット。ってのがあって、両方合わせて1320円、結構お得じゃないかな。でご飯おかわりしても大丈夫でしたし、飲み物も何種類かご自由にて置いてありましたし、おかずも結構和食は多かったかな。あっさり味の感じで良かったです。でこれからマルコのお散歩に行ってきて、マルコの朝ごはんも。かぶってるよ、かぶってるよ。はい、行ってこようかなと。で、ランチを、お昼ですね、11時の約束だったかな。20キロぐらいですね、タツゴですね。行って、なんか多分すごいおしゃれそうなカフェで、ワンコ OK っていうところがあるらしく、そこに。で看板犬がいらっしゃるそうで、マルコそれだけが心配っちゃ心配なんですけど。今日人と待ち合わせてランチを食べる予定のカフェ、ちょっと早く着いちゃいました。もう周りがすごい木に囲まれてて、完全に隠れ家ですね。会いたかったのよ。うん、もういい。タコできる？まる、あ、出てるじゃん。ピシュピシュ。お二人のところの金ちゃんっていうワンちゃんとも一緒に散歩をして。最初結構ワンワン言ってたんですけど、思ってるより早く慣れたかな。お互い絡まない感じぐらいがマルコはやっぱりちょうどいいみたいです。さあ、奄美もあと2日ですね。今日入れて3日か。いや、本当に冗談抜きで問題はフェリーちゃんと動いてくれるのかですね。